どうも、オッサリーマン大西裕次郎です。今日はですね、お隣塩尻市に来ております。実はですね、今月11月、塩尻市内で面白いバスが運行されているそうです。市内をね、移動するのにぴったりのバスだということなので、今回はそのバスに乗って秋の塩尻飲み歩き、お付き合いください。で、そのバスというのがこちら、オンデマンドバス乗ると。簡単に言いますと、乗りたい時にアプリや電話で呼べる乗り合いバスのサービスなんですね。試しにアプリの場合だと、このように出発地と目的地、乗車人数、乗車時間を設定して予約します。するとその他の予約状況や運行状況を AI が判断して、最適な乗り場と乗車時間を案内してくれるわけです。路線バスのようにルートや時間が決められているわけではなく、予約状況に応じてその都度ルートが設定されます。タクシーと路線バスの中間的な存在ですよね。実際に体験して使い勝手を試してみましょう。今あれから、数分経ってですね、ちょうどこの画面上に、バスが、これが今のルートの現在地。すごい、これでもうバスがいつどこにいるのか分かる、動いてる、すごい。来るってことですね。で、到着時間もそれに合わせてちゃんと出てる。ちょうど来ましたね。あれがまず最初にノルートのアプリで予約して、私を拾いに来てくれたバスです。来た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 。 AI 活用型オンデマンドバスノルート、これですね。お願いします。予約番号9463です。はい、ありがとうございます。どこ乗ってもいいわけですね。どうぞ。はい、じゃあちょっと邪魔します。で、今これのルートに乗ってですね、他にも利用者さんがいるわけですよ、もちろん。で、その人が立った時もアプリや電話で予約をどんどんこう入れてきますよね。そうするとその都度 AI がルートを設定し直して、最適なルートをですね、こう決めてくれるってことなのかな。あとはですね、一応バス停というか乗り場というのはタクシーじゃないので、それぞれ設定されています。お、来た、目的地市役所。はい、ありがとうございます。よいしょ、これでこれも普通にただ降りればいいんですね。はい、ありがとうございました。お願いします。よいしょ。予約した時間に乗って着きました。はい、じゃあまずですね、お昼食べましょう。こちら塩尻市役所のすぐそばにあります昭和食堂さんですね。いい感じのお店ですね。山賊焼きが有名だということです。行ってみましょう。山賊焼き定食第、はい、はい、お願いします。10日頃ですもんね。
はいはいはい。ごちそうさまでした。ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。どうも。ちょうど来ましたね。あれが今予約したのルート1号車。時間通りぴったり来ました。時間通り来ましたよ。お願いします。予約番号は何だ。9122です。あ、ごちそうさまでした。セバにあります信濃ワインさんにやってまいりました。信濃ワインさん、初めて来ました。ここに音楽を流してるのはクラシックの自家製なの熟成してる。え、そうするとどういった効果があるんですか。美味しくなるわけです、単純に。え、本当ですか。ええ、本当です。ワインに音楽を聴かせると美味しくなるんですか。うん、あ、そうなんです。そのことはまだ誰も知りませんけどね。本当なんで
ですかなんていうね半信半疑の人が大勢いますけど。こっちはブランデーなんですね。まあ、ブランデーですね。当社はフィーヌって呼ぶんですけどね。フィーヌ。フィーヌ。うん。これは今どういう状態なんですか。これはね今ね瓶の中で発酵してるって状態なんです。ワインを。うん、ワイン。こういうやり方をシャンパン製法って言うんだけどね。炭酸ガスが閉じ込められちゃっていて、シャンパンはこうやって作るんですよ。シャンパンはこうやって作るんですね。はい。一本一本手作業でやるんでね、手間がかかるんですね。手間がかかるイコールお金もかかるわけです。そういうことですね。一番当社の古いワインなんですけどね。古いというとどれくらい？すごい。1965年くらい経ってると思う。お客様はこちらの方にご案内するんですけどね。あらかじめそのあ、これがさっきのブドウ工業局でございます、うん、はい、ですね。あ、これはブドウです。ブドウです、ね。食べる。内容は食べるブドウです。果汁。コンコール。コンコール。19年。ああ。私もかなり忘れました。全くクイーンっていうんだけどね。最初は真っ白だからね。だけど17年置いとくとこういう色になるんですよね。最近本当ウイスキーになっちゃいましたもんね、みんなね。うん、ウイスキーね。同じ状況だけど、ブランドは売れない。あ、樽のところはそういうことない。販売してる、瓶詰めした時、うん、そうそう、販売したものもね。うん、っていうか店頭に並んでるっていうか、これ2003年に仕込んだってこと、はい、あ、そうです、そうです。17年、はい、17年もひたすら樽で、すごい減っちゃいますね。すごく減っちゃうんですよ。それがまあブランデー、ブランデーをあらかじめ買って瓶へ詰めて貯蔵保管しておいてもまずくなるだけなんです。美味しくならないです。しょうがないからもう樽へ入れておくしかないんです。そうするとどん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 目減りしていっちゃう一方なんだよね。お値段だと積むことは上手ですからね。鍛えてあるんだ。でもこれは東京局、はい、ブラッククイーン、いいんです、そこだけ。はい、どうぞ。ありがとうございました。お気をつけて、ダンサーがあります、ね。ありがとうございます。転ばないように。
5122で予約します。はい。はい。はい。で、信濃ワインさんから塩尻駅に帰ってまいりました。でですね、やっぱ塩尻といえば、ブドウ、ワインなんですよね。で、たくさんワイナリーがありまして、で、まあさっき信濃ワインさん行ってきたんですけども、ちょっとまだ時間があるので、もう一軒ぐらいワイナリーに行こうかなというふうに思います。で、ノルートのラインではないんですけれども、ちょっとタクシーを使って、もう一軒ワイナリー行きたいなと思います。はい、でですね、タクシーでやってまいりました。こちら、柿沢にあります、サンサンワイナリーさんにね、やってまいりました。わー、ここが。わー、北アルプス。こちらがサンサンエステート柿沢ルージュプレステージ2018って言いまして、11月2日に発売になったばかりの新商品、メルローとシラーっていう品種をブレンドして作ってまして、ぜひ、はい、一応何歳にしようっていうところで、うん、まあ、ソーシャルディスタンスっていう部分を考えると、うん、1回の、すごいね、うわー、広い、身が、うわー、培養ぶどう、種も甘いな、甘い、カンマン、甘いですね。はい、でですね、塩尻のこちら市役所の近くに帰ってまいりました。夕飲みして帰ろうかなと思うんですけども、ちょっとまだ時間が早いんでね、軽くどっかで時間潰しそうかなと思っています。はい、で、塩尻市大門のウィングロードのところにありますトムーズカフェさんにちょっと行ってみますか。生ビール中ジョッキで4種のソーセージ、牡蠣のアヒージョ、タコの唐揚げ、
ガチの目がね、さらにでかいのまだ。ここにはないです。いやどうだ、よっしゃ、さらにオンでもということで、次にのルートで来たのはこちら塩尻市高出にありますラーメン屋さん、高原亭手もみラーメン、行ってみましょう。手もみラーメン、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。手もみラーメン高原亭でございました。ごちそうさまです。いましたね。
すみません、お願いします。はい、ありがとうございます。よいしょ。はい、はい、というわけでございまして、今回はですね、塩尻市で今月いっぱいやっております AI によるオンデマンドバスのルートをいろいろ活用させていただきまして、まあ、秋の塩尻飲み歩きたっぷりさせていただきました。いやー、もうね、もう楽しかったし、飲んだし、とにかくもう、満腹二郎でございます。で、この AI による、ね、オンデマンドバスのルートは今月いっぱい、試験的にやっているということでございますので、ぜひですね、皆さんもね、塩尻に来て、もうこれを活用して街をね、もうブラブラ楽しんでいただけたらなというふうに思っております。ちょっと今回は飲みすぎましたけれどもね、もう飲みすぎ食べすぎでございます。いやー、楽しかった。塩尻満喫でございます。はい、今日満腹ジョー。